皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、はい、前回から関西大学初等部の堀力人先生にお越しいただいてるんですけども、プログラミング教育先進校での実践事例、非常に勉強になりましたよね。はい、アップルが提供するプログラミング教育なんていうふうに言うと、うちは iPad じゃないからできないなんていう先生がいるような気もするんですけれども、教育プログラムっていうふうにですね捉えると、いろいろ真似できるところも多いんじゃないかなっていうふうに思いました。確かにそうですよね、まあ、特に日本のプログラミング教育ってまだ始まったばかりですから、こういう世界の知見とかをどんどん取り入れながら、まあ、アレンジして作っていくのが大事なのかもしれませんね。はい、まあ、とにもかくにもですね、子どもたちにプログラミングを学ぶ機会というのを提供するのが大事なわけですから、まあ、今後もですね、もうトライを続けるですね、1年にしていっていきたいなというふうに思っております。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして、関西大学初等部の堀力人先生。プレゼンタイトルは Everyone Can Code Swift Playgrounds で始める小学校プログラミング教育です。堀先生、お願いいたします。どうぞ。こんにちは、関西大学初等部の堀です。今回は Everyone Can Code Swift Playgrounds で始める小学校プログラミング教育の後編です。どうぞよろしくお願いします。 Everyone Can Code、 これは Apple が進めるプログラミング学習の考え方です。どんな小さな子供でも大人でもコーディングを身につけ、それを自由に表現していく小さな小学生だからこそプログラミング教育が大切だと私は考えています。 Everyone Can Code のプラットフォームは Swift Playgrounds です。これはパズルというプレイグラウンズで、授業で学んだコーディングを組み合わせて問題を解決していきます。前編でも触れましたように、実際の授業ではアンプラグドな活動とこのパズルを組み合わせてプログラミング的概念を身につけることとコーディングを習得すること、それが授業の流れになっています。本校では1年生から6年生までEveryone Can Codeの考え方でプログラミング学習を行っています。中でも4年生から6年生までは Swift Playgrounds で学習をしています。この3年間の間に様々なプログラミングの概念とコーディングを身につけます。こうした学習を通して子どもたちがどのようにそれを活用し応用していくのか、事例を紹介します。条件分岐まで学習した子どもたちが総合的な学習の時間でそれを活用している事例です。昨年度の6年生は総合的な学習の時間に学校の近くにある芥川という川の環境改善運動に取り組みました。何度も川に足を運び、ゴミ拾いや川の生き物たちが、うまくそこで生活ができるような住処作りを行いました。しかしながら何度もゴミ拾いをしてもゴミが全然減らない状況に、子どもたちはゴミ拾いは確かに大事だけれどゴミを捨ててはいけないという意識を高めることの方がもっと大事なのではないかという思いを持つようになり、そこで子どもたちは川の環境改善を呼びかけるポスター作りの、取り組みを始めることになりました。作ったポスターは人目に触れるところに貼ってもらわないと意味がないということで、ポスターを貼ってくれるところをピックアップし、グループに分かれ計画を立てることになりました。これはポスターをどうやったら貼ってもらえるかという計画を立てる計画書を作っているところです。商店街の組合、お店の人に許可を取りに行くときに、もし直接来てくださいと言われたら、もし自分たちで許可を取りに行ってくださいと言われたら、もし許可がもらえなかったらと条件を設定し、その条件に応じてどのような行動を取ればいいのか、それを分岐させて矢印でつないで書いてあります。これはプログラミング学習で身につけた条件分岐の考え方を生かした事例だと思います。また Swift Playgrounds で習得したコードをうまく使い、何かをプログラミングすることで問題解決に活用していく事例を紹介します。
本校にはプログラミングクラブがあります。プログラミングクラブは Swift Playgrounds を使ってドローンを飛ばします。授業で学習したコードを組み合わせて、最初は離陸する、任意の秒数飛ばすといった簡単な動きだけをしていますが、何回も繰り返すことによってどんどんレベルアップしていきます。これはタバコの歩きタバコを禁止する、CM を作っているところです。ドローンがタバコを奪い取り、それをゴミ箱に捨てる、そこまでをプログラミングし動かします。なかなかうまくいかないので、子どもたちは何度も何度もデバッグし動きを修正します。そしてチームで動いているので、自然と協力が生まれ、コミュニケーションも多く取られるようになります。プログラミング的思考を活用して、アプリケーションのプロトタイプをデザインする活動にも取り組みました。意見を交換しながら、子どもたちはより良いアプリケーションにしようとトライアンドエラーを繰り返します。キーノートのリンク機能を使ってアプリケーションのプロトタイプを作成しました。これはただ10秒を数えるタイマーをより可愛く、より面白く変身させようと協力している様子です。なんかでも白の方がこれが可愛くない？自分たちの好きなことをうまく使いながら、それぞれが自分たちのアプリケーションをデザインして完成させていきました。その作品の一部を紹介します。これは誕生日占いというアプリケーションです。自分の誕生月と名前を入れて、それにコメントをもらえるというアプリケーションです。この場合、2月かっこいい、9日天使です。これはリズム天国というアプリケーションです。上から落ちてくる丸にタイミングよくボタンを押す、そういうアプリケーションです。最も驚かされたのは、ある児童が作成したこのロールプレイングゲームです。この背景とキャラクターはフリー素材、そして音楽、そして効果音はガレッジバンドで作成しています。私は初め、これを彼は自慢のために、自分の才能を見せびらかすために作ったのかなと思ったんですが、違いました。前共同制作できるようになったので、共同制作の実践も踏まえてやりたいんですよ。なんとこれはサンプルで、これをみんなに見せることで、もっといいゲームを一緒に作りたいと呼びかけたのです。この呼びかけの後、チームが結成され、みんなでゲームを作っていくことになりました。そんな彼が最終的に作ったスライドは300枚以上。データが重くなりすぎて、キーノートが落ちるようになってしまいました。しかし、そうなって初めて彼は、学校で学んだコーディングの必要性に気づきます。リンクの数だけスライドを増やすよりも、条件分岐やループを使ってコーディングをすることで最小限にできる。そして、自分がやりたい機能をもっとつけることもできる。そう思った彼はコーディングに夢中になっていきます。卒業した今では中学生となり、Mac を購入し、X コードを使って、実際本当のアプリケーションを作るのに今は夢中になっています。私が小学校におけるプログラミング教育で大切だと思うことは、この3つです。まず、コンピューターを使わず、アンプラグドな活動をすることで、難しいプログラミングの概念をしっかりと子どもたちにイメージさせることができます。その次に、実際のコーディングをすることで、そのイメージをうまくコーディングに生かすことができます。そしてそのコーディングをクリエイティブな表現につなげることで、他教科にも応用することができ、ここで身につけた論理的思考力を生かして学習に取り組んでいくことができると思っています。Everyone can code。誰もができるコーディング。プログラマーにならなくても、自分たちの生活の周りにはプログラミングの概念がたくさんあります。そうしたプログラミング的な思考を自分の生活や学習に生かすことがとても大切だと思います。これらの実践は
この iPad を使った小学校プログラミング実践事例集に掲載してあります。どうぞご覧ください。ありがとうございました。授業で使えるツール活用講座、玉川大学工学部の小坂井です。はい、今日はですね、このかざす AI 図鑑リンネレンズというのを紹介させていただきます。このようにですね、映ったものが一体どういう生き物なのかをですね、紹介していただくというような、そういうようなアプリとなっております。はい、こちら見てください。リアルタイムでですね、こうもう生き物が識別されてしまいます。でアバウトなものなんかについては何とかの仲間って出てたりするんですけど、そのうちこれが何だかってことが分かるとですね、正式な名前が出るようになったりします。でこれ課金するとですね、非常にいろいろとことがですね、1日でできるようになるので、機能制限がないですね、ようにするために課金をお勧めいたします。でこちらですね、保存されていた写真からですね、識別することもできるので、そういった使い方もできます。また保存もできますので、これがシマエビだって、しかも 96% っていったような画面を収録することもできます。でこちら簡単な紹介文だとか、その動物がいる施設もですね、紹介されているので、そういった使い方もできるんですね。こちらの秋田ジャンボウサギなんていうですね、非常にでかいですね、ウサギなんかもですね、どこにいるかっていったことなんかも見れるようになったりします。でこちらですね、学校の教室なんかだと、どのようにして使おうかなというふうに考えたんですけど、ディスプレイにですとかですね、あとプロジェクターに表示されている動画なんかもですね、識別しようと思えば見れたりもするので、教室にいながらも使えたりもするので、しかもこのように国マスといってですね、非常に数が少ないようなものなんかもちゃんと認識できるので、まあ、絶滅危惧種であるだとか、そういった社会の問題としてもですね、こういった生き物を題材として、まあ、このように取り上げることなんかもできると思います。で後から調べることもですね、この履歴が残っているのでできますの でこのようなところからさらにまた調べるってこともできますから、いろいろとこうヒストリーでですね、貯めていくってことも楽しみとしてあると思います。でまたこのようにですね、樹形図っていうのもありまして、認識できる生き物っていったものをですね、こう系統図といった形ですね、示すことができる機能があったりもしますの で実際に認識したものについては青く点とかっていった形で残っていて、そこが認識した生き物の写真といった形でも後から見ることもできます。はい、AI 図鑑を入り口として、さらに深い学びといった形で、さまざまな資料を見るといったところに使っていただければと思います。それではまた。はい、はい、ということで2週にわたりまして、関西大学初等部の堀力人先生のお話をお伺いしたけど、いかがですか。はい、やっぱり先進国の取り組みって違いますね。アップルが提供しているツールやカリキュラムといったようなものを、まあ、そのまま使うだけではなくて、さらにそれをですね、噛み砕いてオリジナルのですね、そういったカリキュラムにするといったところはですね、本当秀逸だと思いました。ですよね。まあ、またこういうプログラミング教育の先に何があるかっていう点で言うと、ロールプレイングゲームプロトタイム作った男の子が自慢するわけじゃなくて、みんなにこういうの作ろうよと問いかけたと、ここが大事な部分ですよね。はい、まるでビジネスのミートアップイベントみたいなですね、プレゼンだったというふうに推察するんですけれども、ああいった子がですね、生まれてくるっていうところの場を作ったっていうところがとても素晴らしいと思いました。そうですね、ぜひこういう実践どんどん増やしていけるといいですよね。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂でお届けしました。 See you next week.